ウォルター・ペーター、ウォルター・ホレイシオ・ペーター、ワルテル・ホレイショーペーター、1839年8月4日から1894年7月30日は、イギリス・ビクトリア朝時代の文人、文学者、評論家、批評家、追筆家、小説家。主な著作に、ルネサンス、協楽主義者、マリウス、創造の肖像、鑑賞批評集、プラトンとプラトニズムなどがある。 ペーター家の起源は17世紀にイギリスへ渡ってきたオランダ系の一族に遡るとされる。ロンドン東部のスティップニーにおいて開業外科医であった父リチャードと母マリアの間に4人兄弟の3番目して生まれる。生後すぐに一家はミドルセックス州のエンフィールドへと引っ越すがそこでの幼少期の様子は短編小説家の中の子供にも垣間見られる。 1842年に父のリチャードが亡くなる。さらに、ペーターがカンタベリーのキングズスクールへ通うため家族でケント州へ移った翌年の1854年に母マリアも亡くなる。キングズスクールをいくつかの賞と奨学金等を獲得し、卒業したペーターは1858年にオックスフォード大学クイーンズコレッジの古典学科へと入学する。 そこでの彼は、友人のバイボーターと共に、プラトン学者として知られるジャウエットへ指ジしてもいる。なお、キングズスクール時代に読んだ、近代ガカロンをはじめとして、ペーターは、終始、ラスキンの著作に、多大なる影響を受けていたにもかかわらず、自身の著作にはほとんどその名が挙げられていない。また、当時ペーターは、キリスト教色の濃い歌を書いていたとされるが、1860年、 それらの趣向は、自身により、いくつかの宗教書と共に焼却されてしまっている。1862年に、人文学試験、リートレ・ヒューメイニーアスを、二級学位、セカンドクラスの成績で通過し文学志望を取得したペーターは、その後1864年にブレイズ・ノーズ・コレッジの特別研究員、フェロへ選出されてから1883年に、 辞職するまでの間、J.A. シモンズと共に、私学教授へ立候補したことはあったが、異教趣味などとの非難もあり、ついに最後まで、教授職に就くことはなかった。1865年の夏には、親友であり団テ研究家である C.L. シャドウェルを連れ立って、イタリア旅行へ出かけている。シェドウェルは、ペーター没後に、以長管理者となっているが、彼が訳した、新編に、 ペーターは序文を寄せている。1866年、初の出版物となる、コールリッジ論が、ウェストミンスター評論により、匿名で出される。その後、姉のヘスターと妹のクララと共に、オックスフォードに家を借りたペーターは、そこでバーンイコール、ジョーンズやロセッティ、スウィンバーンらと交友関係を結ぶこととなる。ペーターの名を一躍世に知らしめることとなったのが、 ルネサンスの出版である。この論文集は1873年の初版においてルネサンスの歴史の研究と題されていたが、1877年に出された第二版よりルネサンス芸術都市の研究に名称を改められた。またこの版では結論が削除され、オーカスさんとニコレットがフランスの古い物語二編に大名編されている。 1888年に出された第三版では結論が修正され復活し、新たにジョルジョーネ派が加わった。第四版は1893年に出版され、この版をもって決定版とされている。教え子でもあったオスカー・ワイルドがルネサンスを黄金の書として半ば建て祀ったこともあり、世紀末を通してこの書にはユ結尾主義やデカダンスといったイメージが付着した。 1876年に発表された WH マロックの新共和国において、ペーターは、ローズ氏という典型的なデカダン派の人物に見立てられつつ揶揄されている。ペーター自身、必ずしも、このような状況を好意的に受け取っていたわけではなく、ルネサンス第三版で復活した結論には、第二版における結論の削除理由を述べた、ペーターの自中が添えれている。 1883年にブレイズノーズコレッジの職を辞して、あとは執筆活動に専念することとなる。ペーターは辞職の前年に7週間ほど初めてローマを訪れているが、この少し前より執筆に取り組んでいるアウレリウステージ代のローマを舞台にした作品、協楽主義者マリウス。その感覚と観念は、1885年にペーター唯一の完成された。 長編小説として二巻本で出された。なお、もう一つの長編、ガストン・ドラ・トゥール、二完のロマンスは、その代が示す通り未完のまま1896年に没後出版された。2年後の1887年には、創造の肖像が出版されたが、これは1878年8月の、マクミランズ・マガジン市上に短編、家の中の子供が発表された際、 想像の肖像一夜の中の子供として書かれているように、すでに、ペーターの頭にあったものと思われる。しかし、家の中の子供は、想像の肖像には含まれず、後に、雑誌、一連の論文へ書集される。1885年にペーターは二人の姉妹と共に、ロンドンのケンジントンへ引っ越していたが、大学の学期中は、ブレイズノーズコレッジで暮らしていた。 ロンドンでの邸宅では、茶会や夕食会などを開き、参加者には、バーノン・リー、エド・マンド・ゴス、アーサー・シモンズ、オスカー・ワイルド、ジョージ・ムア、ヘンリー・ジェームズなどの若い文学者らがいた。ペーターは、研究職を辞してからも講義は行った。1889年に、鑑賞批評集が出版後、1891年から開校された大学での講義内容をもとに、 1893年に、プラトンとプラトニズム、一連の講義を出版するが、かつて学生時代のペーターの才能を見抜きつつも、ルネサンス出版以降、有イビ主義者としてのペーター像に対して、少なからず儀的であったジャウエットは、この作品を読むや、否や態度を改め、最終的に賞賛に転じたとも言われる。同年夏、姉妹と共に、オックスフォードへ戻るが、 翌年かねてより患っていた痛風のため、引きこもりがちになり、リウマチ熱を発症する。その後病床に伏すが、1894年7月30日、心臓発作により自宅で急性した。5日後には55歳を迎えるはずだった。オックスフォードのホーリーウェル共同墓地に埋葬されている。上記以外の著作で、没後出版では1895年のギリシア研究。 一連の論文、翌96年のガーディアン紙の書評集などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。